バックワールドハートウィックアミノ化は、方向属ハロゲン化け物と、第1級アミンもしくは、第2級アミンを、パラジウム触媒と、塩基存在化で結合させる、化学反応である。方向属ハロゲン化物の脱力 X が、ハロゲンでなく、トリフラートであっても反応は進行する。典型的な例では、パラジウム触媒として、トリスジパラジウムや、酢酸パラジウムなどのパラジウムゲと、 BINAP や DPBF などの2座配イ種の組み合わせを用いる。塩基にはナトリウムビスアミドやカリウムタートブとキシドなどの強塩基が用いられる。反応の概念は、ウダ・コ小杉、スティルカップリングやヘック反応に似ている。同触媒による同様の反応としてゴルトベルク反応が存在する。この反応は、ウダ・とシヒコ 小杉正樹らによりその原型が発見された。その後、ステファン・マック・アルドとジョン・カイ・ハートウィックにより研究が進められ、涼し薬が不要な反応条件が発見された。1983年に、ウダラは、ブロモベンゼン誘導体と N、N ジエチルアミノトリブチルスズとの反応を発見した。その後、1994年にハートウィックが、ブロモベンゼンと、 アミノトリブチルスズとの反応について、反応中間体の X 線結晶構造解析を行った。同年、バックワールドが非常に似た反応を報告した。1995年には改良版として、アミノスズ化合物の代わりに、アミンとリチウムアミドなどの共演器を用いた反応が報告された。本反応の反応機構を下に示す。まず2価のパラジウム1が還元され、 ホスフィンなどの肺囲史で安定化された例化のパラジウム2に,になる。2から肺囲史が乖離して、肺囲不飽和となった3から、触媒サイクルが開始される。3に、方向属ハロゲン化物4が、酸化的負荷し、中間体である5及びその平行性生物である2、両体5ビットが生成する。次に、アミン6の窒素原子が5に攻撃し、中間体7を生成する。 ついで強い塩基8が、アミンのプロトンを引き抜き、9が生成する。最後に9からの還元的脱離により、方向属アミン10が生成し、3が再生し、次の触媒サイクルに入る。なお、アミン6が α 水素を持つ場合、Q からの β 水素脱離により、水素化物11、イミン12が複製シュール。この反応に、NMP や DMAC のような非プロトン性、 極性溶媒を用いると、ベータ脱離が促進されてしまうが、M 騎士連のような非極性溶媒を用いると、タートブと騎士道をあまり溶解しないにもかかわらず、目的の反応が良好に進行するという報告がある。ありがとうございます。